こんにちは、翔太です。ちょっとあまりにもですねびっくりしてしまったので、ちょっと動画にしようかなというふうに思います。スパルタクス、君大丈夫だよな。ちょっと黒塗りで隠させていただきます。やっぱり心配です。今ですね、まあ私日課のですね、日課ではない、日課は嘘、週課かな、週課って言えばいいですかね、の絆のちょびだめをですね、出入りをこなしながらやっていたんですけど、スパルタクスですね、なんか私毎回5倍出るんで、なんか多分3、4回再販、3回かなぐらい来てるかなと思うんですけど、毎回ですね限定5倍が出て、絆がすごい勢いで溜まっていってるんですよ。でスパルタクスですね、まあいつか再販のが来ると取れるだろうなって思って、今回もちょびだめしようと思ったんですけど、5倍ですよ、5倍、やばくないですか。とりあえず5倍引きますね。あ、でなんかすごい今キリが良くなって、ポセイドンとった時私原本2万3000ぐらいまで減ったような気がするんですけど、今は、3万6900原本あって、水引きも90個ありますね。なんかすごいキリがいい、気持ちいいですね。毎日1000円、まあ最大2000円ですね、毎日課金しているんですけど、まあ最近でもあんま課金してなかったような気しますけど、まあそれでもですねやっぱり原本増やしていけるんだなっていうのが、まあ課金、ある程度課金してたら思いますね。いや、まあ、引きますけど、すごっ。おなんで？なんでこうなったの？スパルタクスなんか全然欲しくないのに、なんか、絆だけがどんどん溜まっていく。あ、で、私ですね、ちょっと、一通り、コメント目は通していて、コメントでですね、先ほど、私も、スパルタクス前5倍出た気がするっていう風におっしゃってる方がいて、これ結構皆さんあるんですか、もしかして。ちょっともしあれば、教えていただきたいなという風に思いますね。ちょっと、謎ですね。かなり疑問です。あと、アーサー王がハウルに似ているらしいんですけども、まあ確かに、今ちょっと見比べているんですけど、まあ確かにハウルに似ているような気がしますけど、まあ今回のアーサー王かなりイケメンなので、まあ似ていてもおかしくないのかなと思います。あ、本当だな。本当に一緒じゃん。ハウルの髪型に顔をちょっと可愛くしたのがアーサー王な気がする。確かに、そう言われてみれば。はい、というふうにちょっと今回ちょっとあまりにも驚いてしまったので、全然動画撮るつもりじゃなかったんですけど、動画を撮ってしまいました。ちょっと皆さんもですねスパルタクス5倍、もし他の方もいらっしゃったらですねコメント欄に記載していただきたいなというふうに思います。びっくりしました。まあこれで今回の動画は以上にしようかなと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。